ヤッファ行為戦はナポレオン率いるフランス軍とオスマン帝国軍の間で1799年3月3日から7日にかけて行われた戦い。フランスが勝利しヤッファを占領した。ヤッファは側面に塔のある高い城壁に囲まれていた。アッコの大使ジェッザー・パシャは1200名の砲兵を含むエリート部隊にその守備を任せた。 ナポレオンが進撃を続けるには、ヤッファの占領が必須であった。ヤッファは、シリアの主要な商業センターであるとともに、フランスの艦船体に必要な避難場所となる港を備えており、シリア戦域の成功は一にかかって、その占領にあると言ってよかった。城壁は、至るところから攻撃可能であり、また打ち破ることもできた。そこでナポレオンは死者を、死の主張に送り、 降伏を流したが、死側はその代わりに、死者の首をはね、戦闘開始を命じた。ナポレオンはそれを押し返すと、兵の重みによって、塔の一つが崩れ落ちるほどの攻撃を加え、死側の抵抗をものともせず、早くもその日の夕方には、ヤフファを占領した。いくつかの資料によれば、ナポレオンの最後通告を無造作に告げたフランス軍の死者らは拘束され、拷問され、 巨勢された上に斬首され、その首は城壁に突き立てられたという。この残虐な処置に対してナポレオンは、死の陥落後の日中や、兵らに略奪と強姦を欲しいままにさせることで、報復した。トルコ側の統治者、アブダラベーも処刑された。死の降伏にあたって、ナポレオンの義理の息子であり、主官として従軍していたウジェーヌとボワルネは、捕虜の除名を約束していたが、 ナポレオンにはそれを守る意志はなく、オスマン側の捕虜の大部分を占めるアルバニア人を射殺、または銃剣で視察させた。ナポレオンの擁護者は後にこの命令についてこう書いている。ナポレオンは一方で数百人ものエジプト人の逃亡を許した。それは彼らがヤッファ陥落のニュースを伝えることによってシリアの他の都市が恐れをののくことを狙ったものであったが、 諸都市は知らせを聞いて、なお一層激しい抵抗をする結果となり、この目論みは失敗に終わった。一方、ラムラに置かれたフランス軍司令部の衛生還元の欠如に起因する伝染病は地元住民だけでなく、フランス軍をも壊滅させた。ナポレオンは、アッコ包囲戦の際もシリアパレスチナ方面からの撤退の際も連れて行くことのできない渋滞の兵士に、 致死料のアヘンチンキを与えることをデジェネット率いる軍医団に求めたが、軍医らはそれを思いとどまらせた。オスマン側に北部を抑えられたことにより、ナポレオンはパレスチナを放棄するに至った。ナポレオンが去った後、ヤッファの城壁はトルコ側に味方していたシドニー・スミス率いるイギリス軍によって修復された。その後、別の9ヶ月にわたる包囲を経て、 1800年から1814年まで、ヤッファは再び、ナポレオンの旧敵である、ボスニア出身のアコの大衆、ジェッザー・パシャの支配下に置かれた。メモワーズ・オブ・ナポレオン P172、ヤッファ・ピアニッシも、8から9。ありがとうございます。